戻ってきたのか。Thank you.
ここでリュードに何があったの？ここは本当にリュードの故郷なのかしら？お嬢さん、リュードに何があったか知りたいだろ？誰？誰でもいい。外を見るんじゃない。見たら話は終わりだ。それからこの話は誰にも言わないこと。いいかな？わかったわ。一体何があったの？ここは剣士の村という通り、剣の技を磨き道を極めようとする者が集まるところだった。メルフィスとリュードは早くに両親を亡くし、村長を親代わりに育った。そして二人もまた剣の修行を始め、目覚ましく腕を上げた。特にメルフィスはこの村が始まって以来最強とまで言われた。リュードは親友のガッタと剣の修行に明け暮れる毎日だった。最強の剣士メルフィスに村の誰もが憧れていた。やがてメルフィスは村長の娘リーナの許嫁になった。気立てのいいリーナはリュードにはすでに姉も同然だった。この剣のように曇りなく、この刃のように清く正しく、強き心を持った剣士となる。ある日、激しい嵐が村を襲った。続いて、御神体の祭壇からただならぬ地鳴りが響き始めた。御神体とは、世界最高の剣士にしか触れることのできない恐ろしい力を秘めた剣で、村の守り神と信じられていた。リーナが荒ぶる御神体を鎮めるため祭壇へ向かった。村人はリーナが無事に帰るのを待ち続けた。だがいつまで経っても不気味な地鳴りが止むことはなかった。そんな、リーナに何が起きたか誰も知らん。しかしその時、恐るべき悲劇が始まったのだ。帰ってこないリーナに心配した村長は、メルフィスを中心に村の若い者を調べに向かわせた。
しかし嵐も地鳴りも広がるばかり。リュードは一人でメリスを追う。そして見てしまった。メルフィス兄さん、リーナ姉さん。メルフィス兄さん。バカな、そんな、なぜだ、どうしてなんだ兄さん。リュードは死んだリーナの傍らで泣き続けた。リーナの体はメルフィスの剣で大地に縫い止められたまま。村人が島中を探し回ったが、メルフィスの影も形もなかった。人殺し、ご神体を奪った男、それがメルフィスの新しい呼び名になった。おかげでリュードはこの村にいられなくなった。そしてジオハウンドとして生きていくことになったのさ。3年前のことだ。リュードはそうやって自分の悲しみを抱え込んだまま今まで生きてきたっていうの。一番信じていた兄に裏切られ、あいつは人を信じるのが怖くなっちまったんだな。辛かったでしょうね。故郷を追い出されて一人っきりで生きるなんて、そんなのかわいそうよ。お前さんがそれを分かってやれば、あいつも少しは楽になるさ。